はい、どうもー、毎日ポジティブ306回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地です。よろしくお願いいたします。さあ、本日のお話なんですけども、本日はですね、僕が今抱えている問題点をですね、皆さんに共有したいなと思います。どういうことかといったら、僕が今この問題点をですね、皆さんに話すことによって、このポジティブティーチャーがこれから未来どうやってその問題点をクリアするかというのをですね、リアルにですね、皆さんにどんどんお伝えしていきたいなと思います。じゃあ、どんな今問題点が僕があるのかといったらですね、今昼間割烹料理のお店で今お手伝いをしてます。そこで今店長をやらせていただいております。そこのお店の問題点なんですけども、まずですね、ほとんどが外国人です。はい、日本人はですね、僕とあともう一人ですね、70歳ぐらいのおばあちゃんの、パートのおばあちゃん一人だけです。それ以外はアルバイトの方全員外国の方なんです。その中で時間に非常にルーズな方が多い。普通に遅刻は日常茶飯事、無断欠勤ももちろんある。そんな状態でなかなか営業なんてできないですよね。お弁当が盛るのが間に合わなくて、そのままですね、営業に入ってしまってお客さんに迷惑かけてしまうこともあります。結局お弁当をですね、キッチンの中でも持って、ほんと下げ物とか下げれなくなってしまうっていう弊害もあります。いろんなところでですね、支障をきたしてしまっていると。まあ、店長としてはね、この状況を打破したいということで、僕が考えたのは、一度面談をして、今遅刻してしまうことがどれだけ、みんなにとって、いろんなこうスタッフもそう、頑張って真面目にやってる人たちもそう、そして、お客様にもそう、どれだけ迷惑をかけてるのかと。もう単純にこれは仕事としてもう今の崩壊しきってると、そのことを伝えた上で、しっかりとそれをなくすようにシフト、今シフトっていうのは合ってないようなもんなんですよ。いついつに誰が入るなんていうのは書いてないですし、大体この時間帯に来るみたいな、誰も今日誰が来るかも分かんない、そんな状況なので、シフト表も僕作りましたし、そしてじゃあこの遅刻のルールも全部まとめてですね、それを全部ノートに書いて、それを全部親方にですね、共有して、こういう形でやりますと。じゃあ面談をみんなさせてくださいという話をして OK をもらってですね、じゃあいざ面談をしましょうと。でいつもは親方がもう営業始まってから来るんですけども、その日は僕のですね、仕込みの ところを親方にやってもらって、僕が浮いてる状態でアルバイトの子たちと10分ぐらいのですね、面談をしようと。その日もですね、1人、無断で来なかった人、そして遅刻する人が多発して、結局面談どころじゃなかったんですよ。普通に僕も働かないといけない状態で、結局面談はできなかったんです。それが一昨日の話です。あ、ごめんなさい、昨日の話です。で、今日も人いっぱいいるぞと。今日弁当盛る人いっぱい外国の方いるから、じゃあ今日だったらできるんじゃないかということで、今日もですね、よし、じゃあ面談しようと思ってたんですけども、なんと今日はですね、2人無断で来ない人がいて、2人遅刻をする人がいて、結局もうものすごい全部ですね、時間が押してしまって、もう面談どころじゃなくてですね、もう結局営業始まってもですね、もうお弁当を盛りながら、他のこともやりながらで、もうぐっちゃぐちゃの状態だったんですね。これも非常に仕事をしてる上では、でもちゃんと真面目に来てくれてる人もいるんです。ちゃんと真面目に来てくれてる人に負担が全部集中してしまってる状態なんです。これはね、僕が行く前はもう普通に日常茶飯事あったみたいなんですね。でも現状、僕が店長になってもそれが全く治ってないと。じゃあどうするのか、スーパーポジティブティーチャー福地と。お前がせっかく入ったんだから、やっぱこの状況を変えなくちゃいけないということで、ここからですね、スーパーポジティブティーチャー、この組織、もう崩壊しきってるですね、人もですね、もういろんなところがですね、もうほころびだらけのこの組織を、僕がですね、これからポジティブに変えていこうと思ってます。それをやることによってきっとですね、僕を雇ってくれてる親方も喜んでくれるし、働いてる人たちも真面目にやってる人も喜んでくれるし、逆に真面目にやってない時間ルーズな人たちもちゃんと仕事をしようという意識に変わっていけば、みんながハッピーになれると思うので、そっちに向けてですね、これから行動してこの問題点を解決したいと思います。まあ、こういう問題点っていろんな場所であると思うんですよ。アルバイト先とか、仕事場とかですね、別のそういうですね、集まりの場とか、
まあ、こういうところをですね、しっかりとスーパーポジティブティーチャーとして、ポジティブに解決していこうと。今現状そんな形です。面談すらできない状態と、みんな遅刻ばっかと。じゃあ僕がめちゃめちゃ怒って、それを厳しくやればいいのか、そういう話でも おそらくないと思うんですよ。それをしたところでもっと殺伐な空気になってしまうので、ここをポジティブに考えてですね、この問題点を解決しますので、これはですね、解決を少しずつ解決する段階をですね、追ってこの毎日ポジティブでどんどんですね、発信していきたいと思います。ぜひとも皆さん見守ってくださいということで、今日はですね、問題点の共有をさせていただきました。以上、毎日ポジティブ306回目でございました。ご清聴ありがとうございます。